はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレバン限定仮面ライダー01変身ベルトアークドライバーです。はい、ついに伝説の闇落ち変身ベルト来た。テレビ本編クライマックスに登場したアルトが使うアーク1に変身するための悪意のベルト。正確にはこのパーツ展開状態がアークドライバー1で、箱引っ繰り返すとアークドライバーゼロ、こっちには元々の変身者のアーク様が乗っておりますが、アークドライバーゼロ&1でここでもゼロワンの名前がついてるんですよね。上にはアークのコア部分が光ってて、横側には悪意全開のアーク1、そして人類は私の道具と言い切るアーク様ね。1個の変身ベルトが2モード変形するってことで、両面仕様の外箱になってますね。アーク様に関してはもうとにかく強い仮面ライダーってイメージでしたけど、その後に登場したアーク1に関してはね、ドラマがとにかくすごかった。で、今回セリフがいろいろ発動するってことで、劇中再現とかできるんでしょ。ではレビューしましょう。で、今アークドライバーを開封するにあたって、42話から最終話まで見返したんだけど、やっぱラストの盛り上がりやばいね。42話で要はアーク1が登場して、で正体がアルトってことが判明して、そっから人間対ヒューマギアって構図がありながらも滅びバーサスアルトみたいな、そういうとこもあってさ、なので今テンションマックスの状態でアークドライバー来い。うわーかっけーかっけでけえ。あ、そうか、まあもともとヒデンゼロワンドライバー自体が結構大きいから、アークドライバー1の状態で入ってるんだ。やっべえ、これか、闇落ちドライバーで、ここが畳まれるんだもんね。ちょっとロックかかってますけど、おお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 アーク様版か。あ、結構こうやって見ると段差があるんですね。アズが作ったやつだね。あ、待って待って。なんかさ、そう、アルトってこう持って薬指で展開みたいな。わあ、すげえ、ちゃんとできる。こういう持ち方で。うわあ。まあ内容物としてはいつもの変身ベルトって感じですね。はい、改めて中身はこうなってて、アークドライバー本体とアーク1プログレスキー、ベルトが2本とベルト止め。まずサイドベルトとベルト止めに関してはヒデンゼロワンドライバーと全く同じものなんですが、この真っ黒さ、ブラックの成型色プラス軟質部分もちょっと粒子入ってるんですよね。そしてアークドライバー本体は本編通り超メカメカしい造形になっておりますが、意外と後ろ半分はヒデンゼロワンドライバーの造形と共通かな？似てるんだね、この二つは。横のスロットの感じとかも似てますしね。真ん中に大きな円があるところとか似てますよね。そして反対側を見るとブラックの成型色にガンメタ塗装とか赤い配線とか、もうそのまま仮面ライダーアークゼロだ。ただこちら側も矢印があったりとか、意外とゼロワンドライバーっぽさあるんだよな。で、上から見るとこんな感じで少し変わった形状になってて、真ん中の大きなクリアパーツはこのように出っ張ってて、内部にしっかりモールドがあって衛星アーク感出てますね。この部分の絵柄と重なる形だ。そしてボタンが、要は必殺技とか変身で使うボタンがここにあって、で、ここがセリフボタン。そして、アークドライバー1に変身するためには、キーをセットすると、おー、パタッと変身で、要はこれも完全にテレビ本編通りの手順と。で、そうするとこっちロックされますから、あとはここのサイドのボタンを押すことで、ロック解除で元に戻すこともできます。はい、アークドライバー1の見た目はこうで、この半分さ、アーク様の顔が見えてるのがいいんすよね。なので遊び方としては、本体側のセリフを押すことで54音が鳴る上に、アークゼロに変身後、セリフボタンで悪意放出、武器生成、衝撃波とか、中央ボタンで効果音が違うものが入ってるのか、あと変身解除音なんかも入りつつ、アーク1のキーの方で効果音変身音プラス一部セリフと、あとはアーク1変身状態からアルトボイスとか、もちろん印象的な悪意必殺も入ってて、ラーニングオンにアーク1変身解除メモリアルモード遊びっていうのも搭載してますので、要はこれが実質的にアーク関連のメモリアルアイテムですよってことね。じゃあ一旦ベルトはめて、これでドライバーが完成しましたので電源オン。
おお、早見翔さん、渋い。アーク様、アークドライバー、アークドライバー。じゃあ T の方も改めて細かく見ようかな。全体ぐるっと見回すとこうで、今回は自動展開タイプで押すとワンタッチ変形、そして変形した状態ではアーク1の胸パーツのような悪意のデータが入っている端子的な造形になってて、でこっちにアーク様の顔ね、これがキー展開状態で、まあ、締めるとここの目の部分がアーク様になってると。じゃあまず単体音声聞こう。ボタンを押して7音。まずはアーク1変身待機音。やべえ BGM。 さらにマリスラーニングアビリティ、アーク1直接変身音。あの衛星アークと溶け合うサウンドだ。そしてアズボイス。それじゃあシンギュラリティテストを始めるよ。かわいいけど恐ろしい。テスト終了。お前のシンギュラリティデータをもらうよ。いつと全然違うね。でもう一回マリスラーニングアビリティ。で最後アズボイス。アークの意志のままにって感じで、単体でめっちゃ遊べるね。セリフだけもう一回聞こう。それじゃあシンギュラリティテストを始めるよ。テスト終了。お前のシンギュラリティデータをもらうよ。アークの意志のままに。おお、ワンタッチ変形もすごいいい感じってことで、あ、光った状態こうだって。おー、何もかもが不気味。なので一旦セリフモードとか置いといて、まずは変身音聞こう。まずはアーク様、仮面ライダーアークゼロ行きましょう。シンプルに上の変身ボタンを押せば OK なんですが、セリフボタンを長押しすることで変身も言ってくれますね。変身アークライズ、おー、変身完了で乗っ取られた感半端ない。アーク様自体は本体ありませんから、基本的には誰かの体を使うって形なんだけど、シンプルな手順でかっこいい変身音になりますね。で、セリフボタンと変身ボタン同時押しで変身解除。あ、この音か。もう一回変身。アークライズからのオールゼロ。そして発光の仕方も怪しく光ってかっこいい。で、セリフボタンを押すと悪意放出、長押しですね。で、武器生成。おー、ベルトからビリビリビリって、あの出るレーザー音みたいなやつだ。で、衝撃波。おお、この3音がループ。
そして変身状態からさらに変身ボタンを押すことで必殺音が3音、衝撃波、パンチ、キック。今僕の目の前にここ文字が現れた。でさ、効果音が悲鳴みたいに聞こえるんですよね。これがパンチで最後がキック。あとはセリフボタンとかを押せば大量のセリフも流れると。人類滅亡はすでに決まっている。どうすれば人類滅亡という結論になると思う？滅び。じゃあ一旦変身解除してアークワン行きましょう。秘伝ゼロワンドライバーと違ってリードとかはありませんから、キー側をオンすると変身待機音が鳴りますので差し込んで変身完了と。では行きましょう。変身。うわー、いい、すごい、いい。シンギュラーイズから破壊、破滅、絶望、滅亡せよでコンクルージョン1。アルトの悲しみの変身だ。まあ、憎悪とか、様々な感情がごちゃ混ぜになっておりましたが、逆にさっきのアークゼロの君の悪さとは、またちょっと違うんすよね。そして前面パーツのさ、倒れるスピードもいい感じ、ちょっとゆっくりなんすよ。で、変身ベルトのビジュアルが大きく変更されると。え、もう一回聞こう。で、ロック解除、横のロック解除を押して、前に持ってきて、引っ張ると、変身解除と。いいね。で、ここに、アーク様の顔が映ってると。そして変身状態からセリフ長押しで悪意放出。もう一回押すと打撃攻撃音。あと通常の押し込み必殺もあります。さらにこっからだよね。変身ボタンを押すことで悪意必殺技のセリフが発動。これがマックス10回まで押せるんだけど、こっちを押してからキーを押し込んで必殺技発動時に押した回数によって効果音が変わると。とりあえず初登場時は5回押してましたから、それ再現しましょう。すげえ！バン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 って5回の爆発音か。で、ラーニング5。ここも、セリフも変わるわけね。そして本編通りこれよ。悪意。
恐怖、憤怒、憎悪、絶望、さらにその先が逃走、殺意、破滅、絶滅、滅亡と。で、ラーニング1からラーニングエンドまであると。じゃあラーニングエンドまで行こう。いや、これはやばいっていう感じで、ここまでが一通りの遊び方なんだけど、こっからいろんなセリフを交えて遊べるそうなので、まずさ、何よりも伊豆の仇だでラーニングエンドを発動したい。そのセリフの発動はアークワン変身後、ここの2音目だ。うわすげえ。あ、これこれこれ。ちょっとじゃあさ、ちょっと待って、こういうのやり始めたらもうこれデラックスじゃなくて CSM だぞ。ちょっとアークさんのセリフとか後で置いといて、変身後の録音セリフもう一回聞こう。この日お前を止められるのはただ一人、俺だ。人類とヒューマギア、生存もかけた戦線の幕開けね。あずー、お前がしっちゃかめっちゃかにしたんだぞ最後。全てはアーク様の結論通り。人間とヒューマギア、悪意の連鎖によって無数のアーク様が生まれ、世界が滅亡する。ああ、お前の言う通りかもしれない。これが6音目ですね。最初のウメキオンとイズのカタキラーは1、2音目。やばい。今さ、さっき見直したばっかだから、もう熱いんだけど僕の中で。じゃあ特別なメモリアルモード遊び。変身ボタン、中央ボタンを押しながら電源オン。え、これでメモリアル版なんだ。で、キー側もボタン長押しでメモリアルモード起動。お、変わった。もう一回長押しすると通常モード。あ、効果も一緒か。そうすると単体セリフ自体が通常の7音から18音に切り替わると。お、待機音ならない。あ、やば。アークワン直接変身だ。あとはアズとアルトのセリフがバンバンなるみたい。アーク様は決して滅びることのない神様になったの。神様って心に宿るものでしょ。大いなる悪意が生まれた時、アーク様は再び蘇る。アルト様、感じる。あなたの心から湧き上がる悪意を。悲しまないで、私がそばにいるから。アーク様、アークワン初変身の後だ。俺がア
る悪意が生まれた時、アーク様は再び蘇る。今あなたの心にあるのは、イズを奪った滅びに対する復讐心、紛れもない人間の悪意。恐れないで、それがアーク様が予測した最後の結論なんだから。やがて人類とヒューマギアが争い、全てが滅びる。その鍵を握るのがあなたよ。俺の秘書はお前じゃない。イズだ。そんな怖い顔しないでよ。せっかくあなた好みの色に変えたのに。そう、せっかくあなた好みの色に変えたのに。で、要はアズは自分の見定めたアーク様の好みの姿になるんだけど、これがね、映画にも続くんすよ。イズを奪った、あいつだけは許さない。感じるよ、あなたの悪意を。滅び、イズを破壊して心は痛まなかったのか。少しも苦しいと思わなかったのか。俺に心などないみたいな、そのシーンだ。最終決戦か。ジンも破壊しちゃって。これが18音目ループで1音目に戻ります。あとはどちらもメモリアルモードにした状態で、アークワン変身は はい、コンクルージョン1で押し込むと、これででもだいぶセリフは鳴らしましたので、あとはアーク様ボイスいきましょう。これがね、54音あります。アークドライバー0の状態でセリフボタン。予測通りの結論だ。イケボすぎるだろう。人類滅亡はすでに決まっている。どうすれば人類滅亡という結論になると思う。滅び、身をもってラーニングさせてやる。ジン、お前が裏切っていることは分かっていた。人間は滅びる。秘伝があると。これの助の孫だな。一体何を言っている。どうだった。人間を騙しもてあそぶ、人間から教わった悪意の一つだ。ヒューマギアごときに私を倒すことはできない。亡きザイアに挨拶をしてこい。よくものこのことやってこれたものだ。アマツガイ、お前は滅びる。人類は私の道具だ。道具が思考するな。何度来ても結論は変わらない。抗うな。私にはあらゆる結論が予測できている。私に忠誠を誓うか、お前が何を思考しどう行動するか、その結論は予測できている。ただ一つの例外を除いて、ゼアが導き出す結論だ。そう、自分で弱点言っちゃうんすよね。意外とうっかり。今こそデイブレイクで果たせなかった我々の計画を実行する時だ。ゼアを滅ぼす、来ると思っていたぞ。お前が望む結論は予測できている。ジンを取り戻したいという心が透けて見えるぞ。まさかお前たちが組むとはな。ダブル社長。前提を書き換え、結論を予測し直した。私の目的は必ず果たされる。サウザーとゼロワンが協力した。私の予測にはなかったことだ。おそらく原因はゼアだろう。支障はない。衛星ゼアを乗っ取る予測はすでに立ててある。私の予測に変わりはない。ゼロワン、待っていたぞ。お前
衛星ゼアを乗っ取ることで雷の役目は完了する。今33話目なんだけど、意外とセリフ多いというか、割とおしゃべりっすね、アーク様。お前はもう二度とゼロワンに変身できない。ようやく会えたな、ゼア。ここは私がいただく。ゼアは滅びた。もう私を止められる者はいない。誰一人。結論はすでに予測できている。秘伝があるとお前の夢は叶わない。お前を滅ぼすことで人類滅亡は確実なものとなる。その思考は予測済みだ。理解したか。全ては予測通り。これが結論だ。どういうことだ。私の予測にこんな結論はない。ゼア、ありえない。ゼアは確かに滅んだはず。まさか私の予測をゼアが上回ったというのか。ありえない。前提を書き換え、結論を予測。予測完了。この一撃でゼロツーは滅びる。バカな。私の予測を超えていく。なぜだ。人類の滅亡は定められている。新たな結論を予測した。ああ、これが私の意志だ。もうヒューマギアは必要ない。すべて滅ぼす。私の意志に背く気か。滅び、お前にそんなことはできない。どうやら最初に滅びるのはお前のようだな。滅び、まだだ。すべてのヒューマギアを初期化して。何？こんな結論はありえない。で、アーク様撃破か。改めて一気に変身いきましょう。変身こんな感じで変身後もセリフモード起動できますね。人類滅亡はすでに決まっている。で、変身解除してメモリアルモードのまま変身。アーク1変身。信じない。はい、滅亡する。コンクルージョン1。なんか惜しい。必殺。悪意必殺。一通りのサウンド、こんな感じですね。じゃあ
ラーニング1、2、5、エンドは流しましたから、それ以外も鳴らしましょう。3回。4回。6回。7回。これ途中でいけるかな？あ、いける。最後はない。いや、これはいろいろとすごい。とりあえず、このキーを使って、他のデラックス玩具とどういう連動するかも気にはなりますが、別の動画でじっくりやりましょう。はい、ということで、仮面ライダーアークゼロ&アーク1の変身ベルト、デラックスアークドライバーを紹介しました。実質的にはメモリアルアイテムと CSM の間みたいな、そういうクオリティになってて、劇中の様々なシーンセリフも入ってましたし、アーク1状態でセリフボタンを駆使することで、アルトのアーク1状態のシーン再現もできるのが、まあ、悲しい&熱いところでしたね。とりあえず今回はざっと音声を鳴らしましたが、こういう風に遊ぶとどうなりますかとか、そういうご質問があればまたコメント欄によろしくお願いします。いや、アークドライバーこれだけ良かったら、今後到着する他のユニット系付け替えるやつ、あの辺のやつとかプログラズキーとか、むっちゃ楽しみだな。すごいんだろうな。以上、プレバン限定仮面ライダー01変身ベルトデラックスアークドライバーの紹介でした。